日野川ダム古河流にひらがなの区の字型をした日野川ダムがあり、湖の脇にひらがなのへの字型をした日野川秋ダムが設けられている。お西出神社日野町は滋賀県加茂郡にある町。平安時代に日野地域が日物商と呼ばれていたという記録が残ることから、この時代にはすでに日物製造が行われていたと考えられている。中心部は、 ガモウが日野城の城下町として開発した町で、ガモウが伊勢松坂、藍津若松へ移ってからは、湿気や製薬の産地、大見商人の発祥地として繁栄した。また、西大寺には、人と政治班があった。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、0.32%増の22,881人であり、 増減率は、県下19市町村中10位。日野駅急下盲町から日野町にかけての丘陵地帯に、琵琶湖空港建設が計画されていた。空港計画は2000年に、国松義継が凍結を表明した後、何の動きもないままに時間が経過し、凍結から13年後の2013年になって、加田幸子知事が計画そのものを廃止とする裁定を、下し、 結局空港は建設されないこととなった。ブルーメの岡尾美日の商人館2016年6月28日に、本庁長選挙が2016年7月3日、投票で告示され、同日投票の福岡県浮橋町選挙とともに、公職選挙法の改正後、初の18歳選挙権となる可能性があったが、こちらは候補者が現職の藤沢直弘だけだったため、 無投票当選が確定して選挙は行われなかった。ありがとうございます。